なければ牛乳を飲めばいいのに。急に貴族になった。ピサー、消費者様の美味しいねの言葉が聞けるから我々農民は頑張れるのですよ。でもね、その水が枯れ木臭くて牛が倉庫してる。また甘くなりましたね。大人気漫画家荒川ひろむが酪農業の現実とタフでパワフルな生き様を爆笑エピソードとともに披露するアニメ百姓貴族、7月より放送開始。